みなさんこんにちは。こんにちは。カニノです。 YouTuber のユッキーです。おい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 。今日は理工所属のハリノブ選手に、はい、来ていただきました。リューキュアスイダーでね、参戦して活躍してます。今日は、普段ね、どんな練習をやってるか、技術動画もそうなんですけど、まあ練習メニューですね、ウォーミングアップから実践的な練習がどういう流れで、やっているか紹介してもらいたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。大体普段どのくらい練習やるんですか？そうですね、まあ今日やる練習はほとんど3時間で、基本的に、まあ、最初の30分くらいのウォーミングアップをして、そこから基本練習に移って、まあ、フットワークの練習を1時間ぐらいかけてやって、あとはその応用のところ部分を1時間半で、まあ、ゲームとかも入れながらやってるような感じですね。ミドルアリのハンドミドルアリのハンドしながらやってます。僕は結構フォアハンドがスイングが大きいので、なるべく小さくうまく切り返せるように意識しながらやってます。練習なんで、まあ、来るコースっていうのは事前に分かってるんですけど、そこに対してしっかり足を動かすっていうところと、なるべく姿勢とか崩さないようにコンパクトにスイングすることをイメージしています。最初のラリーの始めとかは結構弱い力で、それかまあ5割ぐらいでしっかりまミスしないようにっていうところを心がけてるんですけど、ある程度足が使えてきてるなと思ったら、その実践みたいな形で強いボール混ぜたりですとかっていうところは、あれが5ぐらいの力つけるね。あれが5ぐらい、あれが5ぐらい。嘘でしょ。やっぱりバックを使うところが機会が多くなってきているので、高校生の時とかはフォアでずっと動けるようにっていうところを意識してたんですけど、最近ですね、ちょっと連携、フォアとバックの連携を含めて、いろんなパターンで、はい、やってやれるように心がけながらやってます。じゃあ次のメイン、基本的な2本2本のフットワークをやろうと思うんですけど、少し自分のこうラリーをする位置で隙があったら強いボールを打っていこうっていう意識で練習やってるので、やっていきたいと思います。ごめんなさい。安いね、ちょっと追いつけないマジで。頑張れ。結構僕は試合で決めに行こうっていうボールが多いので、普段からそういったボールをちょっと増やしながら練習に取り組みよう。下がってる部分、ちょっと時間があるので、足をより細かく正確な位置に動かさないと、結構強く振っているので、ミスしやすいので、気をつけてじゃあ次は受け練習。そうですね、いつも手術は最後に受け練習でちょっと感覚を確かめながら打ってるところを見てます。今結構チキータとかが多いんですけど、やっぱりこう突きも必ず使用されてるので、そこをしっかり打てるように練習しています。
フォアの場合はこう結構しっかり当てて、うん、こう回数をしていて、バックは速いボールとしっかり回転をかけて入れるっていうのを2パターンを練習しながら練習に取り組んでいます。緩急ですね。はい、回転どうしてもなんかそのバックは結構実戦の中でこう深く急に来たりだとかっていうのがあるので、それに対してしっかり回転をかけれるようにっていうのと、あと最近は結構チキータが封じるんで、結構角に長いサーブとかが多いので、それに対してしっかりこう回転をかけて入れれるっていうところをイメージしながらやっています。チキータを見せてもらいたいなっていうのが一つと、この状態からロングを使えたりとか、まあバランス崩しやすかったり、まあ詰まったりっていうのがミスも多いパターンだと思うんですけど、まあその辺をどう意識してバックに深いのか、チキータを待ってる状態からが前に出せるかっていうのが結構重要なので、それを相手のスイング見ながらどこまでこう入れるかっていう、逆に結構しっかり入った時はしっかり強い打球で、あんまりこう右足がうまく出せないなっていう時はこうゆっくり時間を作るような、相手のサーブが例えば強かったりしたら結構時間があるので、その時はこう前に入って、はい、やれれば結構自信持ったスピードが出せます。はい、じゃあ今日はありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。ちょっと汗かいてる。着替えてね、着替えました。ハリレとカーボンの元の付けに、ほい、リコーと琉球アスティーナで活躍してる有本選手でした。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ペンギンの卓球をよろしくお願いします。おぉ Oh, yeah.